初代順団シャクサー・ウィリアム・ジョンソンは、アイルランド系のイギリスの行政官であり、軍人である。青年時代にニューヨーク植民地に移住し、おじであるサー・ピーター・ウォーレンが購入した土地の管理業務を行った。この土地は、イロコイ連邦の一部族であるも、ホーク族の居住地の中心部にあった。ジョンソンは、モホーク語と、イロコイ連邦の習慣を学び、 色濃い連邦の代理人に就任した。この成功により、ジョンソンは1756年にイギリス領アメリカ北部のインディアン関連局の長官となった。色濃い連邦におけるイギリス人代理人としての経歴を通じて、ジョンソンは私的な土地経営と公務とを組み合わせ、色濃い連邦の数万エーカーにも及ぶ土地を手に入れたのである。七年戦争の北アメリカ版である、 フレンチ・インディアン戦争の間、ジョンソンは、色い連邦兵と植民地民兵の指揮官を務めた。ジョージコの戦いで、イギリスに勝利をもたらし、これによって、順弾尺を上された。1759年のナイアガラトリでの包囲戦で、さらに知名度が増し、インディアンたちの長官として、1756年から死去するまでの20年近くを務め上げ、アメリカ・インディアンを、 イギリスの利益に従属させたのである。ウィリアム・ジョンソンは、アイルランド王国のミーズ県2715年頃、生まれた。スミスタウンに住むクリストファー・ジョンソンとアン・ウォーレンの長男だった。母のアンの両親は、ウォーレンズ・タウンのマイケル・ウォーレンとキャサリン・アイルマーで、キャサリンの兄弟に、初代男爵、マジュー・アイルマー帝徳がいる。キャサリンは、何代もの伝統がある。 カトリックのジェントリーの家柄であったが、プロテスタントのイギリス系入植者のために、その地位の多くを失っていた。クリストファーは、アルマー軍に代々栄えたオニール家の末裔だった。ウィリアム・ジョンソンの父方の祖父は、もともとはウィリアム・マクシェインと名乗っていたが、名字をジョンソンと変えた。ジョンソンは、アイルランド語のマクシェインの英語訳である。かつての電気作家たちは、ジョンソンを アイルランドの貧しい家庭の出だとしていたが、現代の考察では、家族はつつましくはあったが、ゆとりのある暮らしをしていたことを明らかにしている。ジョンソン家はジャコバイトであったが、サー・ピーター・ウォーレンは、イギリス海軍での軍歴を積むために、プロテスタントとして育てられたため、非常に成功し、裕福になった。ピーター・ウォーレン提徳カトリック信者であったことから、 ジョンソンのイギリスでの昇進の機会は限られていた。特に信心深くなかったジョンソンは、アメリカでおじと仕事をする機会を与えられた時、プロテスタントに改修。叔父のウォーレンは、ニューヨーク植民地のモホーク川沿いの未開地に、かなりの広さの土地を購入していた。ウォーレンはジョンソンを、その地に入植地を作るため力を尽くすよう説得した。この地は、 ウォーレンズバーグとして知られており、ジョンソンがその土地の大部分を非公式に相続したと言われている。ジョンソンは12組のプロテスタントのアイルランド人家族と共に1738年頃アメリカに到着し土地を開拓し始めた。この時開拓のためにアフリカ人奴隷を買い入れた。ジョンソンがアメリカについて最初に購入したであろうものの一部だった。 アメリカ独立前のニューヨーク植民地ウォーレンはインディアンとの交易に打ち込むように主張した。ジョンソンは間もなくウォーレンズバーグから流れ出る川とは逆方向の北に交易路が伸びているのに気づいた。1739年、ジョンソンは自ら進んで家と小さな農場を川の北に購入し、そこに倉庫と製材所を建てた。ジョンソンがジョンソン山と呼んだこの場所から オールバニのインディアンたちの交易に仲間入りするのは可能だった。ジョンソンは、スウういコ取り出に行く交易者たちに物資を渡し、川を下って戻ってきた彼らから毛皮を買って、オールバニの仲買い人と交渉する手間を省き、ニューヨークの毛皮商人と直に取引をした。オールバニの仲買い人はこれにひどく怒った。またウォーレンも、老いが自分で毛皮を売りさばくことを喜ばなかった。 ジョンソンは色イ,イ連邦所属で最も東に住むモホーク族との緊密度を深めた。ジョンソンがアメリカ植民地に着いた頃にはモホーク族の人口は580人にまで減少していた。これはヨーロッパから持ち込まれた伝染病と毛皮交易に関連した民族間での抗争によるものだった。モホーク族はジョンソンが自分たちの利益を イギリス帝国に向けて代弁してくれるとみなした。1742年頃、彼らはジョンソンを名誉族長として、わらぎやぎという名を与えた。これを、ジョンソンは、意外な仕事を引き受ける人物と訳している。ヘンドリックティアの銀1744年、オーストリア継承戦争が、北アメリカの植民地にも広がった。これが、ジョージ王戦争である。 ジョンソンは、もうホーク族と親しかったため、1746年に、イロコイ連邦の代理人として、オルバニー地域に住むインディアンたちの弁務官の代わりを、務めた。そして新たに、イロコイ連邦戦隊大佐が、フランスとの対戦のために、入職者を調宝して訓練するために設置され、通告された。イロコイ連邦所属を徴兵することは難しかった。1701年の、 いわゆるビーバー戦争の和解以来、色濃い連邦は植民地の英物の構想に対して中立の立場を取り続けてきたからである。ジョンソンはもうホーク族族長のヘンドリックテヤノギンと共に行動しており、イギリス側にもホーク族を引き込むのは可能だった。ジョンソンは小規模の襲撃隊を編成し、フランス人入植者とフランスと同盟関係にあるインディアンとを襲わせた。 また、ジョンソンは、1747年のニューヨークの、逃避条例に伴って、相手が老若男女を問わない全ての非戦闘員であることを知りながら、相手の逃避を剥ぐことに対して、多額の賞金を払った。1748年の6月、ジョンソンは、ニューヨーク長母大大佐に任命された。これは、オールバニの植民地民兵に対して、責任を負う、新たな職であった。 1748年の7月にジョージ王戦争の和平交渉の知らせが届いた。ホーク族はこの戦争でかなりの死傷者を出し、これによりジョンソンのホーク族の間での名声はしばらくの間影を潜めた。1748年、ジョンソンはジョンソン山の上流に新しく石造りの家を建てた。これはジョンソン砦として知られるようになり、 次の戦争が近づくと、この家には厳重に防御が施された。1755年、ジョンソンはイギリスとオールバニの模ーク族との外交会議の場を最初に購入した家からジョンソン取り出に移した。また、スケネクタディとオールバニにも家を買い、所要でニューヨークへ行く際、途中で泊まれるようにした。ジョージ王戦争の後、ジョンソンは、 ニューヨークの派閥争いに巻き込まれた。このうちの一つは、総督ジョージ・クリントンを領収とする罰で、クリントンは、ジョンソンをニューヨークのインディアンの代理人に就任させた人物であり、1750年には、総督の評議会議員にも指名していた。またクリントンは、ニューヨーク植民地議会に、ジョンソンの戦時出費の未決す裁分、約2000ポンドを払い戻すように促していた。 しかし、対抗勢力である副総督のジェームズ・ドランシーにより、この支払いは封じられた。このドランシーは、代理人としてのジョンソンの前言者である、オールバニのインディアンの弁務官とつながりがあった。また、ピーター・ウォーレンの義理の兄弟でもあり、そのためジョンソンとウォーレンの間に確執が生まれた。憤慨したジョンソンは、1751年に代理人を辞任した。 1752年7月にはウォーレンが亡くなった。ウォーレンの遺言状には、ジョンソンに残すものは記載されていなかった。また、ウォーレンは、かなり裕福であったが、遺言状には、ウォーレンの土地に入植地を作る際、生じた負債を返すようにとあった。1756年に、ロンドンで作成された、ジョンソンのメゾチント版が1753年6月、ヘンドリックテ・ヤノギンとも、 ホーク族の代表団がニューヨークへ向かった。この時彼らは総督クリントンにコベナントチェーン、イギリスと色恋連邦の外交的関係は崩壊したと声明を出した。イギリス政府はクリントンにこの状況を打開するべく会議を招集するように命じた。この会議でもホーク族はジョンソンが代理人に復帰する場合に限ってのみ同盟は元に戻すと強く主張した。 翌1754年、ジョンソンは代理人として復帰した、ちょうどフレンチ・インディアン戦争が拡大しつつある頃だった。1755年、エドワード・ブラドック少将がイギリス軍の戦争遂行を指揮するため来た、アメリカに派遣され、ジョンソンを色濃い連邦に対しての自分の代理人とした。ジョンソンの軍事経験はさほどではなかったが、少将に任命され、クラウンポイントの フランスのトリデであるサンフレデリックトリデまで遠征軍を率いるように指示された。ジョンソンの部隊は植民地が招集した民兵隊でイギリスの正規兵はいなかった。つまり、ジョンソンは公軍中に6つの異なる植民地の兵を率いなければならなかったということである。ジョンソンは当初5000人の部隊を率いていたが、マサチューセッツ総督である将軍ウィリアム・シャーリーが 同じ時期に遠征軍をナイアガラ取りでまで行軍させており、ジョンソンの兵と物資の一部がシャーリーの軍に回された。ジョンソンとシャーリーがインディアン兵を募集するために互いに妨害し合ったため、緊張が高まった。予想外の指揮系統で、二人の居酒屋は面倒なことになった。ブラドックの自席指揮官であるシャーリーは、ジョンソンの上官であったが、ことインディアンのことに関しては、 理論上はジョンソンが責任者だった。やがてシャーリーは自分の遠征が失敗したのはジョンソンが十分なインディアンの支援を拒否したためであると非難しようとした。しかし、ジョンソンの電気作者であるミルトン・ハミルトンはこう述べている。通常歴史家はジョンソンをシャーリーとの議論でわけのわからない行動をとったとするが、そうではなくシャーリーのインディアンとの付き合い方がまずかったため。 イギリスと色恋連邦の関係を悪化させたことに、ジョンソンが反論したのである。負傷したフランス軍将校を、北米インディアンのトマホークから救うジョンソン将軍、ベンジャミン・ウェスト作百7 5 5年8月、ジョンソンは、フランス領を北に抗軍し、サンサクラマン公国王ジョージ2世を称えて、ジョージこと解明した。同年9月8日、ジョンソン軍は、 ジョージコの戦いで一歩も退かなかった。ジョンソンはこの時銃弾を起こし、または桃に受け、その弾は終生取り出されることはなかった。モホーク族の同盟者であるテヤノギンはこの時戦死し、フランス軍指揮官のディスカウ弾尺ジャムエルドマンは捕虜となった。この時負傷していたディスカウをモホーク兵が殺そうとしているのをジョンソンは止めた。この敵に情をかけた。 救出の様子を描いた絵は有名になった。この戦いによりクラウンポイントへの遠征に終止符が打たれ、ジョンソンはイギリスの防御を強化するべく、ジョージ湖畔にウィリアム・ヘンリー・トリデを建てた。12月、軍の生活にうんざりしたジョンソンは、少々を辞任したブラドックの戦死の後、最高指揮官となっていたシャーリーは、インディアンの代理人としてのジョンソンの職に変更を加え、 ジョンソンを自分の配下に組み入れようとした。しかしシャーリーはその後すぐに総督としても最高指揮官としても地位を追われ、ジョンソンに月が回ってきた。ジョージ子の戦いは決定的な勝利とはとても呼べなかった。イギリス軍は戦況が大きく停滞したこの年に軍事的英雄を必要としており、そしてジョンソンこそがその英雄であった。 ジョンソンが戦闘駒もなくして受けた傷のため、勝利の場に居合わせられなかったという主張も、彼を英雄と認める上での支障にはならなかった。この勝利への報奨として、イギリス議会はジョンソンに5000ポンドを授与し、国王ジョージ2世は彼を順弾尺に除した。歴史家のジュリアン・グウィンは、このような取るに足らぬ戦いで、このように寛大な報奨は、かつてなかったと書いている。 1777年のジョージ湖周辺の地図。左下、ジョージ湖南に、ウィリアム・ヘンリー・トリデ、そのやや右下、地図全体の中央部の下に、エドワード・トリデ。1756年1月、イギリス政府はジョンソンを、アメリカ北部のインディアン局の長官とした。この地位により、ジョンソンは大きな影響力と権力を与えられた。 ロンドンの本国政府に直に報告ができた上に植民地政府の干渉を受けることもなかったからである。色濃い連邦、特にモ・もホーク族については、ジョンソンは誰よりも知識があり、そして誰よりも関係が深かった。長官として、ジョンソンはイギリス外交の焦点に色濃い連邦を据え、啓発をし、彼らの力を課題視することさえした。また、 彼らとの外交を仕切るための長期の皇帝に取り掛かり、色濃い連邦とその中心にいるジョンソン自身を一新させるに等しい計画を立てていた。ジョンソンはもはやイギリス軍の将軍ではなかったが、色濃い連邦の兵と辺境地帯の民兵の指揮は続けていた。1757年8月、フランスがウィリアム・ヘンリー・トリでの戦いを始めた後、 ジョンソンは180人のインディアン兵と1500人の民兵を連れてエドワードトリデに到着した。フランス軍の人数を課題に見積もっていたイギリス軍将軍のダニエル・ウェッブはエドワードトリデからウィリアム・ヘンリー・トリデに救援軍を送らないことを決めたが、ウィリアム・ヘンリー・トリデでは多くの味方を忌まわしい残殺で失ったイギリス兵が降伏していたのだった。 ジョンソンはウェップが救援を送らなかったことに激怒し、その嫌悪感を表すために、ウェップの目の前で裸になったなどという噂もルフした。ナイアガラトリで、イギリスにとって戦況が悪化していくにつれて、ジョンソンは、色濃い連邦の支援を得るのは困難であると気づいた。インディアンたちは負ける戦いに参加しようとはしなかった。1758年7月、ジョンソンは、 何とかして450人の兵士を集め、イギリス軍の新しい指揮官である、ジェームズ・アバークロンビーの大規模遠征に参加させた。この作戦は、カリオンの戦いで、アバークロンビーが、フランス相手に、惨憺たる負け方をしたことで、不名誉なものに終わった。ジョンソンとインディアンの予備軍もこの戦いには、貢献できなかった。イギリス軍が、フランスの陣地に、 何ら得るもののない正面攻撃を仕掛けたからだった。しかし、ルイブールの攻略、フロンテナック砦の戦い、デュケーヌ砦の戦いと、戦況はイギリスに味方するようになった。ジョンソンはより多くの色恋兵を確保できるようになり、1759年の夏、ジョンソンは1000人近い色恋兵を率いて、ジョンプリドー将軍の遠征軍に参加し、ナイアガラ砦を攻略した。 この時プリドーが戦死し、正規軍の将校である初代クラリの男爵エア、マッセイとジョンソンが指揮を取った。ジェフリー・アマース・トラベルイコールファミーユの戦いで、フランスの救援軍を待ち伏せして干渉した後、ジョンソンは砦を攻略した。この時の待ち伏せはジョンソンが指揮した、あるいは少なくとも計画していたとされている。しかし、歴史家のフランシス・ジェニングスは、ジョンソンは、 ラベルイコールファミーユの戦いには参戦しておらず、公式文書で自分のやったことを誇張していると主張している。ナイアガラでの戦いは、フランス軍を古代古地域からかなり押し戻した。一部の正規兵からは、ジョンソンの軍事的才能や、勝利における色濃い連邦兵の価値に疑問を呈された。ものの、ジョンソンは再び英雄となり、かつてイギリスの旗の下に集まった中では、 最も多くのインディアン部隊を指揮した。ジョンソンはフレンチ・インディアン戦争最後の作戦、1760年のモントリオールの攻略で将軍ジェフリー・アマーストと合流した。ヌーベル・フランスがイギリスの手に落ち、ジョンソンと副官のジョージ・クローハンはフランスの同盟軍であったインディアン同盟との交渉に多くの時間を割いた。1761年、 ジョンソンはデトロイトまでの1000マイルを往復して、この地域のインディアンとの会議を開いた。当分の間、西部におけるイギリス軍への公然とした反乱に先手を打つために、インディアンたちを取り締まるのが目的だった。ノルマンド・マクリオドが、この会議で、ジョンソンに出会い、共にニューヨークに戻った。マクリオドは後に、オンタリオ湖畔のオスイーンを取り出の指揮官となった。ジョンソンホール、 ここで、色恋連邦所属との会合が開かれた。E.L. ヘンリー作フレンチ・インディアン戦争の後、ジョンソンは自分が所有する土地の拡張と地価を上げることを強く望んでいた。1760年12月、金城張りのモホーク族がモホーク川北の約8万エーカーの土地をジョンソンに寄贈した。この土地の贈与は後に物議を醸した。 他の土地の投資家がすでに売りに出されていたモホークの土地を得るための免許を取得していたのに、ジョンソンは持っていなかったからだった。1769年、策略と裏工作の末、ジョンソンはついにこの土地に国王からの承認を得た。ここは、ジョンソンが国王認可のインディアン代理人の立場を利用して、モホーク族や色濃い連邦から手に入れた広大な面積の土地の一部で、 あったが、ジョンソンは、亡くなる頃には17万エーカーもの土地を手に入れていた。ジョンソンは北アメリカでは2番目の土地長者であり、彼に所有面積で上回るのは、ペンシルベニアを整備した、ペン一族だけだった。彼が言ったことすべてのは、インディアンのとただ、彼は、自らの仕事と、インディアンたちとの信仰を通じて得た、大きな利益にのみよって、他と区別される。彼はまさに、 インディアンからの主な作主者の一人ではあった1762年、ジョンソンはこの新しい入植地を自分の息子の名のジョンにちなんでジョンズタウンと最初は呼んでいた。ジョンソンはそこに王室からの貸金で白人ともホーク族双方の子供のために公立の学校を建てた。インディアンキャッスルチャーチの名版インディアンキャッスルチャーチ1763年、この町の外に ジョンソンは、ジョンソンホールを建て、その後の人生をそこで送った。拡大した土地に、多くのアイルランド系のオザクミノリを雇い入れ、ジョンソンは、実質中世の封建領主のような生活をした。また、アフリカ系の奴隷を労働者として、材木の作業に使った。ジョンソンは60人もの奴隷を使っており、彼が住む軍で、そしておそらくは、 ニューヨーク植民地の中で最も多くの奴隷を雇っており、その数は南部のプランテーションの主な奴隷の数に匹敵した。1766年、ジョンソンは第4セントパトリックロッジというフリーメイソンのロッジをジョンソンホールに作り、そのマスターに任命された。ジョンソンの老いの害は1770年にマスターとなってこのロッジを引き継いだ。ジョンソンは ニューヨーク植民地の中でも熱烈な聖公会の支持者だった。ニューヨーク西部におけるフランスのカトリック不況の影響に対抗するために1769年にもホーク族のために自らの資金でカナジョラリエの集落に聖公会の教会を建てた。この集落はイギリス系住民からアッパー・キャッスルと呼ばれており、その教会の建物は後に ヨーロッパ系アメリカ人の会合の場として使われた。この建物はインディアンキャッスル・チャーチとして知られ、今もニューヨークのダヌーブの近くに建っていて、モホークアッパーキャッスル歴史地区の一部でアメリカ合衆国国定歴史建造物にも指定されている。1771年、ジョンソンはそれよりも大きな石造りの米国聖公会の教会をジョンズタウンに建てた。 ジョンストンでの会合が増え続けたため、より多くの人々を収容するのが目的だった。この歴史のある教会は、今も地元の人々の礼拝に使われている。トマス・ゲージ1763年、フレンチ・インディアン戦争後のイギリスの方針を不満に、感じたインディアンにより、ポンティアック戦争が起こった。彼らが放棄する前に、ジョンソンは、ジェフリー・アマーストに、色濃い連邦との付き合い方。 例えば、族長への贈り物をするようにと忠告した。しかし、インディアンたちとの交渉をくぐり抜けてきたアマースとは、ジョンソンの忠告に従わず、最終的に本国へ召喚された。代わりに派遣されたのは、トマス・ゲージであった。アマースとの召喚は、ジョンソンの地位を強めた。というのも、インディアン側から和解を要求したからであり、これは、ジョンソンの専門分野であった。 ジョンソンは1766年に、ポンティアクと条約の交渉に臨み、これで戦争は終わった。1764年の7月から8月にかけて、ジョンソンは約2000人のインディアン、主にイロコイ連邦所属を従えて交渉した。ほとんどのイロコイ連邦所属が参戦しなかったにも、かかわらず、ジェネシー川峡国の青年家族はイギリスに対して武力放棄をし、 ジョンソンは彼らをコベラントチェーン同盟に戻すために尽力した。ジョンソンはイロコイ連邦所属に戦争に参加したセネ家族相手に戦隊を送るように説得したが、イロコイ連邦所属はジョンソンが望んだほどの戦果を上げなかった。ジョンソンは1763年宣言を提起した。これは植民地の西への拡大に対してより厳しい本国の管理と抑制を求めるものだった。 ジョンソンは1768年のスタンウィックストリデ条約で定義された国境の詳細について交渉した。国境を西に400マイルずらし、イギリス政府が認可したのよりも多くの土地を自分や他の投資家が得られるようにした。ジョンソンの越権行為は批判されたが、多くの土地投機数字は政府とのつてを持っており、国境の拡大も認められた。また、 スタンウィックストリデ条約では、ペンシルベニア西部とニューヨークの土地をわずか1万ポンドで、色濃い連邦に割上させた。インディアンの不満は1770年代に、西の部族にも広がった。ジョンソンは、晩年を第二のポンティアック戦争を防ぐための立案に、費やした。分割統治を続行し、異なる部族同士が同盟を結ぶのを封じ込めるべく働いた。ジョンソンの最後の仕事は、 1774年のダンモアの戦争前に、将に、族に、どの部族とも同盟を結ばせなかったことだった。ジョンソンの息子サー・ジョン・ジョンソンはその人生において、ヨーロッパ系とインディアンの複数の妻を持ち、多くの子供を残した人物として評判になった。その当時の男は、今外死がいても、彼らの面倒を見る余裕があり、支援をできる限りにおいてはとやかくは言われなかった。 ある20世紀の学者は、ジョンソンにはおそらく100人の婚外子がいたと見積もっている。しかし、歴史家のフランシス・ジェニングスは、ジョンソンが数えきれないほどの、モホークの女性と夜を共にしたというような、不死だらな話は事実ではないとしている。ジョンソンは遺言で、ドイツ人のカザリン・ワイゼンベルグとも、ホーク族のモリー・ブラントとの間にできた。 おそらくは長い付き合いのあった子供たちをそれぞれ認めている。また、名の知られていない女性数名との間の子供たちも秘密裏に認知している。1739年、アメリカに到着して間もないジョンソンは、当時の神聖ローマ帝国のライン級中白領から移民してきたカザリン・ワイゼンベルクとの関係を持った。もともとは、年季暴行の召使いとしてアメリカに渡ったのだが、 言い伝えによると、ジョンソンが彼女と年季暴行の残りの契約を結んだとき、彼女はウォーレンボローの近くの別の家に奉公しており、ジョンソンはおそらくは彼女を家政婦として最初は雇い入れた。この二人が正式に結婚したのかどうか記録は残されていない。ワイゼンベルクは、ジョンソンとは事実上の婚姻関係にあったと思われる。二人には子供が三人生まれ、 二人は女の子でナンシーとメアリー、一人が男の子のジョンでフォートハンターで洗礼を受けた。ジョンソンは後に息子のジョンに自分の借位を継がせて二代、順番借サージョン・ジョンソンとし土地を与えた。ジョセフ・ブラント・ギルバート・スチューアート作同じ頃、ジョンソンはエリザベス・ブラントと関係を持った。エリザベス・ブラントはもうホーク族の女で三人の子供が生まれた。 それぞれケグネグタゴ、または、ブラント、トーマス、そしてクリスチャンである。下の二人の息子たちは、幼くして亡くなった。1750年頃、ジョンソンには、彼女ハリエのウィリアムとして知られる息子のタガーウィルンタが、モホーク族の女性、おそらくは、エリザベス・ワームウッドとの間に生まれた。ジョンソンは、スザンナとエリザベスのワームウッド姉妹とは親密であった、ようである。また、 アイルランドおじん女性、メアリー・マクグラスとの間に、メアリーという名の女の子がいたようである。メアリーとケグネグタゴ、タガーウィルンタも、ジョンソンの遺言により、遺産を受け継いだ。1759年、ジョンソンは、モ・ホーク族の女で、ジョンソンホールに引っ越したモリー・ブラントと、事実婚状態となり、モリーはジョンソンが死ぬまで配偶者として暮らした。モリーは、ジョセフ・ブラントの姉で、 若い頃のジョセフは、ジョンソンと姉と共に暮らした。ジョンソンと姉モリーとの関係は、ジョセフにも、ホーク族の中で大きな影響を与えた。ジョンソンとモリーの間には8人の子供が生まれ、遺言によりみな父親の土地を受け継いだ。正面から見た、ガイパーク・ジョンソンは1774年の7月11日、インディアンとの会議のさなかに、脳卒中で死亡したと、 広く信じられている。ジョンソンのおいで、義理の息子でもあるガイ・ジョンソンは、ジョンソンが窒息死したと伝えている。ジョンズタウンでの葬儀には2000人以上の人々が参列し、ニュージャージー総督のウィリアム・フランクリンや、ニューヨーク最高裁判所の裁判官たちが、ジョンソンの棺を担いだ。ジョンソンは、自身が建てた、セント・ジョンズ聖公会協会の祭壇のもとに、毎、翌日、 色恋連邦の族長たちが伝統的な色恋の奏霊を取り行い、ガイ・ジョンソンが彼の後継者であることを認めた。アメリカ独立戦争の間、ジョンソンの土地と財産は押収された。ジョンソンの子供たちがロイヤリストだったからである。息子のジョンはカナダに逃れ、その後イギリス系住民とインディアンに関わる活動をしながら、モントリオールで暮らしたが、ニューヨークへ戻ることはできなかった。 最初の家であるオールドフォート・ジョンソンは1749年に建てられ、こちらもヒストリック・アメリカン・ビルディングズ・サーベイとなっている。今はモンゴメリー軍歴史協会の本部となっていて、ジョンソンに関連したイベント開催を行っている。1763年に建てられたガイパークの屋敷も一般公開されている。これはジョンソンの娘のメアリーと夫で、 ジョンソンの意でもあるガが建てたものである。初代のガイパークは1773年に壊され、その後修復されたり、売りに出されたりした後、1907年にニューヨーク州が購入した。ジョンソンホールも1960年、アメリカ合衆国国定歴史建造物となり、ニューヨーク州の指定史跡となって、一般公開されている。この場合、回収がふさわしい表現かと思われるが、 現時点での回収は全く異なる宗教からの帰属と定義されており、規制も意味合いが異なるため、こういう表現にしている。ウォルター・アール・ボーオンマンのザ・フレンチ・インディアン・ウォー198から199ページでは、マッセイが主導して、フランス軍を待ち伏せしたとある。電気その他、ありがとうございます。